皆さんこんにちは、新馬先生です。普段はですね、学校とか塾の現場で理科とか数学を教えていたりとかします。実際に本当の先生をしているんですけども、10代の若者たちに、いろんなこう面白い大人とね、元気のある若者をつなげるような、そんなメッセージを届けたくて、パーソナリティに応募させていただきました。私のね、父親なんですけども、実は名古屋の方でローカルのパーソナリティをずっと長いことこうやってまして、当時のラジオ番組のドイツパーソナリティの日本記録ですけども、それをこう更新したような人物だったりとかするんですね。新馬庄司っていうんですけども、まあそんなようなこともありまして、まあ文字通りラジオで私自身は育てていただいたというようなね、そういった人間でございます。で、最近こう面白く思ったことですけども、実はひょんな拍子で先生という立場にありながら R1 に3年連続で挑戦することになったんですね。それはどういうことがきっかけだったかっていうと、授業を面白おかしくこうやっていたら、ある生徒が、島先生授業面白いから M1 に挑戦すればいいんじゃないかみたいな、そんな話になったんですね。で、さっきお話したみたいに、私の父親は芸能活動をしてましたから、君たちね、そんな甘いもんじゃないんだよっていうような話をこうしていたら、ある転校してきた生徒が、私 M1 に挑戦しましたよみたいなことを言うわけですよ。で、よくよく話を聞いてみると、アマチュアでもエントリーシートさえ出せば出場することが ね可能だということで、その話を聞いた瞬間から、私自身が普段言ってる言葉がこう自分に返ってくるようなね、そんな経験をしたんですね。それはどういうことかっていうと、まあ子供たちに対して、お前ら挑戦もしないでなんで結果が出るわけじゃないだろうって話をしたりとか、それから1回2回の挑戦ってなんでお前すぐ諦めちゃうんだよみたいなことを普段から偉そうに言ってたわけですよ。それを新馬自身が、まあお笑いについて語りながらも挑戦しないと、まあそんなことになっていって、じゃあM1 に挑戦はちょっとね、相方がいないから厳しいから、じゃあ R1 だったらね、一人で練習すればなんとかなるかもしれないねみたいな話にどんどんなっていってしまって、まあ実際に挑戦することになりました。まあ結果は3年連続して1回戦負けということで、結果は出ませんでしたけども、まあネタをこう披露する過程でですね、生徒にこう見せて、えつめんねーって、そんなんじゃ取るわけねえじゃんみたいな感じでこう言われたりとか、新しいこう挑戦することによって生まれる関係っていうのが出てきましたんでね、あ、これっていいなって、いろんなことにこう挑戦することが大事なんだなっていうのをこう学ばせていただきました。今回のこのパーソナリティに対しての挑戦も新馬の挑戦シリーズでございます。